おはようございます、せんだらです。ただいま朝の5時50分です。今日は6時過ぎの電車に乗って九度山駅に向かおうと思います。さすがにこの時間だとまだ人がほとんどいませんね。九度山駅に到着しました。九度山といえば何といっても真田が有名ですが、駅に降りるといきなり六文銭がお出迎えしてくれます。視聴者の皆様から、どうせ高野山に行くんだったらちょいし道歩いていくといいですよってアドバイスもいただいたので、今回はちょいし道ルートで進もうと思います。真田庵が見えてきました。ここは真田昌幸雪村親子が蟄居した真田屋敷跡に建てられたお寺なんですよね。戦国時代の歴史好きとしてはぜひ中を見てみたいんですが、まだ時間が早くて空いてませんでした。長野の上田城には行ったことがあるだけに、真田庵が見れなかったのはちょっと残念ですが、まあこれは仕方がありません。慈尊院に到着しました。参拝しようとも思ったんですが、今日私欲張りすぎて予定いろいろ詰め込んじゃってて時間がないので、あの寄るのをやめたんですが、これルートとしては慈尊院の中を入ってあの階段を登ってかないといけなかったみたいなんですよね。おかげで記念すべき180丁石を見ることもできず、最後まで閉まらない旅になってしまいました。実は今晩のナイトツアーを申し込んでるんですが、宿坊の方から3時ぐらいにチェックインした方がいいですよって言われて、ちょっとね時間が気になってます。173丁石でしょうか。まだまだ先は長いですね。町石道を歩いてからのナイトツアーは少し欲張りすぎのような気もしたんですが、まあ、なかなかチャンスないので頑張ってみます。この町石は何町だろう、ちょっと読めないですね。熊出没注意です。四国では見かけませんでしたが、これを見ると本州に戻ってきたなっていう感じしますよね。やっとお日様が昇ってきました。今日も寒くてブルブルしてたんですが、日が当たると少し暖かくなってきます。右の方に展望台があります。ちょっと寄ってみましょう。旅の最後を締めくくるのにふさわしい素晴らしい朝日です。この景色を見ながら朝食を食べることにします。体も温まってきたので再び歩き出しましょう。途中でみかんが売ってたんですが、農家のおじさんにお接待で持ってっていいよって言われたので、あんまり荷物になるのもあれなんで、一つずついただくことにしました。和歌山の人もみんな優しくてね、本当に感謝感謝です。視聴者の方から道は大したことないよって聞いてたんですが、思ったよりもねきついです。善坪石です。町石道整備の人足の給料を壺に入れて、ここで、つかみ取りさせたみたいなんですが、壺の上がくびれてて欲張って掴んでもあんまり取れなかったみたいなんですよね。いまいちやる気が出なさそうな壺だったみたいです。天引山の分岐まで来ました。山の方には行かずにこのまま進みます。接待場です。電車が走るようになるまではここで地元の方がおにぎりやお茶などを接待されてたようです。横にあるお大師様の石像の後方数キロ先に高野山の奥の院があって、この石像を拝むと遠く5秒を望むと言われてるんだそうです。いやー思ったよりもきつい山道ですね。途中にあった、地図を見てもまだまだ先は長そうです。さてどうしたもんでしょうか。ここの分岐を左に曲がると上小沢駅の方に行けるようです。少し行ったところに展望台が見えてきました。素晴らしい景色の展望台です。ここで休憩しがてら今日のこの後の身の振り方を考えることにします。展望台のすぐ横には二つ鳥居っていうのがありました。819年にお大師様が建立された時は木製だったらしいんですが、今は、石造りのものになってます。鳥居が横に2つ並んでるなんてとっても珍しいですね。妻とも話し合った結果、とても残念ですが今日町石道行くのはやめて、
さっきの分岐のところから上小沢駅の方に降りることにしました。上小沢駅行くのにもまだ結構距離があるので時間はかかるんですが、今日このまま歩いて3時のチェックインが微妙だなっていうのと、歩き遍路が霊山寺で終わった時点でなんかモチベーションが下がっちゃってですね、ちょっとなんか歩くことに対する意気込みが少し減ってしまって、続きはまた次回ということにしました。麓まで降りてきたんですが、駅は向こうの山の中腹に見えるんですよね。ずいぶん降りてきた後またあそこを登ることになります。ここがね、思ったよりもきつい登りで、本当にこっちの方が楽だったのかちょっと微妙です。向こうの方の山から降りてきてまた登ってで大変でしたが、まあもう妻も疲れちゃってるんでね、まあちょっと楽させてもらいます。上小沢駅は無人駅なんですが、自動改札になっててとても近代的です。1時間に1、2本しか電車が走ってないので結構長い間待ったんですよね。なんでその間に昼食を取っちゃいました。極楽橋駅に到着です。天井画がどっかのお寺のようで素晴らしく綺麗です。雰囲気がよく登山で乗るケーブルカーのあの駅とは全く違くて、今から高野山に入るんだなっていうような気持ちにさせてくれます。ケーブルカーでしばらく登るとついに高野山駅に到着です。私高野山初めてなんでね、すごく楽しみです。駅からはバスに乗って、とりあえず一の橋に向かいます。はい、奥の院の入り口にある一の橋に到着しました。ここから2キロほど歩くと、お大師様が瞑想を今でも続けてらっしゃると言われている五廟に到着します。ここの参道にはとても有名な方たちのお墓がたくさんあります。これは武田信玄勝頼の墓所だそうです。なんとも言えない趣がありますよね。続いて島津家初代の家久、2代目の光久綱久の墓所です。堂々としたとても大きい御輪塔です。正面に立つとまるで本人が立ってるかのような威圧感があります。すごいですよね。石田三成の墓所もありました。ここはもう敵味方区別なくみんながいるんですね。伊達政宗の墓所も立派な御輪塔です。素晴らしい。中野橋を渡ると、汗かき地蔵さんがいらっしゃるんですが、そのすぐ横に、姿見の井戸があります。覗き込んで自分が映らないと3年以内に死ぬと言われてるんですが、私はなんとか映ることができました。次は豊臣家の墓所を見てみましょう。他の墓所とはちょっと趣が違いますね。広いスペースに柵が張ってあります。五輪塔も大きさが控えめですが、まあ大きければいいっていうもんでもないんでしょうね。ここには秀吉の他にそのお母様、弟の秀長とその奥様、他、豊臣一族の墓があるんだそうです。なんと織田信長の、お墓もあるようです。見に行ってみます。ちょっと他のお墓に比べると扱いが粗末のような気もしますね。高野山と織田信長といえば大変な対立がありましたが、それでも敵味方の区別なく、織田信長を供養するお墓が建立されてるんですね。これは素晴らしいことだと思います。ついに五廟橋に到着です。正面に見えるのは灯籠堂、その奥にはお大師様が今なお瞑想を続けてらっしゃる弘法大師五廟があります。ここから先は撮影禁止なので映像はありませんが、弘法大師五廟ではもう感極まっちゃって目頭熱くなっちゃったりもしたんですが、もうほんと苦しいこともありましたけど、途中で投げ出さずにここまで来て本当に良かったと思いました。ついに農協帳の最後の1ページが埋まってコンプリートです。それでは次に金剛峯寺を参拝しようと思います。総本山金剛峯寺っていう場合は
この金剛峯寺だけじゃなくて高野山全体を指すんだそうです。普通お寺って言ったら一つの建物を思い浮かべてその敷地内が境内っていう感覚ですが、高野山全体がお寺っていう考え方なんですね。でその本堂はどこっていうと金堂ということになるんだそうです。それでは早速参拝をしてありがたく農協印をいただきます。本日お世話になる宿坊は福知院さんです。宿泊費はちょっとお高めなんですが、高野山で唯一の天然温泉があったりとか、素晴らしいお庭があるということで、今回はちょっと奮発して泊まってみました。これが有名な愛禅邸です。重森美玲氏が手掛けたお庭で、センスのない私が見ても、素晴らしいお庭なんだということはよくわかります。ナイトツアーに参加する人は夕食の時間を早める必要があるんですが、遅めのチェックインだとこのお庭だとか天然温泉とかが十分に堪能できないので、なので3時頃にチェックインした方がいいんだよというふうに言ってくれてたんだそうです。確かにお寺は広くてもう迷路のような作りになってて、見るもの全てが目を奪われるようなものばかりで、本当に何時間あっても足らないと思うぐらい素晴らしい宿坊です。それではお部屋に入ってみます。今回は49番のトイレ付きの10畳の和室っていうのをお願いしてます。宿坊とは思えない広さとクオリティで、これ自体は大満足なんですが、まあそうは言っても宿坊なんでね、どうしても寒いんですよね。今日は特に今年一番の寒さっていう日で、もうエアコンガンガンつけててもむちゃくちゃ寒いんですよ。もうね、夜もね結構震えてました。トイレです。ここも、宿坊らしからぬ綺麗なトイレです。まあもちろんウォシュレットなんですけど、あのトイレの中に洗面台もしっかりしたものが用意してあって、これはとても素晴らしいですね。門限は夜9時なので、ナイトツアーに行ってギリギリ間に合うタイミングです。温泉はずっと入れますが、露天風呂は午後8時まで、朝のお勤めは、6時からだとのことです。それでは早速温泉に入ってみます。のれんって言うんですかね、これがピンクで、男性大浴場って書いてあるんですけど、ピンクだとなんかね女性風呂に入っちゃってるような気がして、これ万が一女性風呂だったら人生終わるんでね、撮影する前に何度も見直して入ってます。たまたま人がいなかったので、中も撮らせてもらいました。宿坊の温泉というよりも本当普通のお宿の温泉ですね。続いて露天風呂に行ってみます。ヒートショックを避けるためにお湯はぬるめの設定になってるんだそうです。ただ今日ねむちゃくちゃ寒いんで、長めに入らないとなかなか体が温まらなくてね、それはちょっと辛いところでした。もうここは宿坊というよりも宿坊風の温泉旅館ですね。海外の方が多く泊まられるのもよくわかります。夕食です。夕食は、本格的な精進料理をいただきます。今日朝飯も昼飯もコンビニのおにぎりだったんでむちゃくちゃお腹減ってるんですけど、精進料理とっても美味しいんですけど、やっぱりパンチがねちょっと足らないので物足りないところもありましたが、せっかくなのでゆっくりと味わっていただきました。とても美味しかったです。それではナイトツアーに向かいます。帰りはバスで近くまで送ってもらえるんですが、行きはエコーインまで歩いていきます。客が少ない時期なのでうちしかいないかなと思ったら、予想に反して10人以上集まってました。やはりエコーインに泊まってる方が多いみたいですね。多い時はもう50人100人と集まるんだそうです。エコーインのすぐ近くにある一の橋からスタートです。所要時間は1時間半、これでね2500円っていうのは安いですよね。ガイドをしてくれるお坊さんしかライトを持ってないんですが、
この映像で感じるよりも暗くないので、怖さはあまりありませんでした。暗いところでの撮影が GoPro は苦手なので、ほとんど映ってなくて映像はこれぐらいなんですが、1時間半もの間たくさんのお話が聞けて、やっぱりプロのガイドの方と回ると勉強になってとてもいいですね。おはようございます。できればもっと高野山を堪能したいところなんですが、時間がないので朝少し回って帰ろうと思います。昨日はあまり見ることができませんでしたが、お寺のあちこちに素晴らしいお庭がたくさんありました。朝のお勤めをしてから朝食をいただきます。朝食ももちろん精進料理なんですが、この豆乳豆腐がとても美味しくて、毎日こんなの食べてたら体がどんどん綺麗になってくんじゃないかと思い始めてきました。恒例の朝のご挨拶もこれが最後になります。もうこういうことすることもなくなるのかと思うとちょっと寂しいです。大門にやってきました。本来であれば一番最初にご紹介すべきところなんですが、順番的に逆になってしまいました。高さがおよそ25メートル、横幅は21メートルもあるんだそうです。とんでもないデカさでした。続いて壇上伽藍です。まずは壇上伽藍を守る結界の中門です。大門と比べると小ぶりですが、それでも人と比較するとこの大きさです。とても大きいです。高野山の総本堂になる金堂です。この金堂が金剛峯寺の本堂になるんですね。続いて六角経堂です。取っ手がついていてここを持って回せるんですが、一周回せば一切経を一通り読んだ時と同じ徳を得ることができるんだそうです。ただこれ時計回りに回さなきゃいけなかったっぽくて、私逆回ししちゃいましたね。これどうなるんだろう。次は根本大塔です。この根本大塔は多方塔形式の建物としては最大級の 49.5 メートルもあるんだそうです。高野山のシンボルにもなってるだけあってとんでもない大きさです。高野山はどれも迫力が桁違いですね。そして次は国宝の不動堂です。金剛峯寺の境内にある建物としては唯一の国宝なんだそうです。最後は鐘楼の高野城です。建設当時日本で4番目に大きい鐘として高野城と名付けられたんだそうです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。14ヶ月にわたって計60話の、お遍路動画を上げさせてもらいましたが、皆様長い間最後までお付き合いいただいて本当に感謝してます。どうもありがとうございました。今回はその最終回にふさわしいフィナーレに持っていこうと思ったんですが、残念ながらインスピレーションの神様が降りてこなかったので作ることができませんでした。ですがこのまま終わりにしちゃうのもあまりに寂しいので、後日改めて総集編という形で、動画を作ってみようと思います。一体いつひらめくのかは不明ですが、それまでは別格の動画を楽しんでいただいて、その日が来るのをお待ちいただければ幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。